方なかったので、そう歌い離脱。そうてかまさか、そう、あ、まだ見てない方いるかな、いいかな言っちゃって、いいかな、もう見たか基本。冒頭を今回ゆたいりだつと金縛りは、あの冒頭セリフから始まるんですけど、そのセリフに、そう長谷川のあちゃんと一緒に選んでいただいてありがとうございます本当に。あれはオーディション形式だったんですよ。センターの子がやるとかじゃなくって、オーディション形式で誰かが喋るっていうあれだったんですけど、だからみんなレコーディングの時に一人ずつ撮ったんですけど、その中でいい子を一人って言われてたんですよ。いい子を一人とは言われてないか、一人とは言われてないんだけど、いい子を採用するっていう風に言ってて、そうでまさか私は本当に自信はなかったです。そうただまあやるからにはめっちゃ練習していったんですよ。もうなんだろう、レコーディングの前日は本当に4時ぐらいまでずっとセリフの練習をしてて、そうで歌い離脱のところがあると思うんですけど、あの一文字ずつ言っていく、一文字っていうか分かんないけど言っていくところがあるんだけど、なんかどういう風に言えばいいんだろうなっていう考えた時に、別にこの曲にセクシーさとかは求めてないんだろうなっていうのは分かってたんですよ。曲歌詞やメロディー的になんかセクシーさはいらないなとは分かってたんだけど、なんかなんだろう、私の別に色気担当とかセクシー担当でもなんでもないけど、21歳前最年長で3期の中で、何がなんかないかなみたいな、印象に残る感じのことできないかなって思った時に、なんかあで練習してたの、ずっと歌いリーダーズみたいな、適当にじゃないけど、どういう風に言ったらいいんだろうみたいな、歌いリーダーズみたいな、なんか変なのがいっぱい練習した結果、なんかすごい、そうなんかセクシーボイスで言ったら、あいいじゃんみたいな感じになって、そう自分の中でね、それが別に第三者が聞いていいって思う思わないは別として、自分がこう練習していく中で、あいいじゃんこれでと思って、これしか無理だと思って、私がそうできるあれって言ったら分かん、そうだからそれで挑んだんですよ。もうしかもまあ今日配信で話してた、生配信でも話してた通り、もうめっちゃノリノリで私一人レコーディングしてたから、もうのそのノリでなんか歌いリーダーズみたいな感じでなんか言っちゃって、そうですごいレコーディングの方にそうめっちゃ笑われて、最初めっちゃ笑われたんですよ。ガッハ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 ーみたいな、なんか一人ずつそうじゃあ撮っていくねみたいな、誰誰誰誰誰誰みたいな感じで撮っていくんだけど、順番に。そうで私2番手だったのね、2番手というかそのグループがあったんだけど、グループがあってでも2番手にやったんだけど、ワッハ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 ーみたいな、そうワッハ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 ーうまいねーみたいな感じで言われて、そうでもみんなにわりかしそんな感じだったから、そうだから多分みんな褒められてたの、ヒータ褒められてたよねって言われたけど、リエチに多分みんな褒められてたの、うまいねとか練習してきたねとかみんな褒められてたから、そうなんかね、でもそれの中でもこう選んでいただけたのが本当に奇跡というか、なんか初めての自分の
こうなんだろう、声が CD に歌になるっていうこの大切な楽曲にこうなんかセリフとして、そうなんか選ばれて嬉しかったです。普通になんかみんな分かった、私がどこ歌ってるかどこ歌ってるか気づきましたか？ね、確かに2期生さんとはまた違うよね。女優目指そっかな女優目指そっかな、本当に女優目指そっかなひーたんがナーメンをフォローしながら3期生を引っ張る姿めちゃくちゃかっこよかったです。引っ張ったかな、私出しゃばりすぎたと思ってちょっと反省してる部分もあります。そうだね、ヘタレ並みのセリフの長さ確かに。幽体離脱した経験ありますか？幽体離脱なんだっけ、まるで自分の魂が体から抜けて出ていくような、そんな様子を客観的に眺めているよ、かん様子ん感じん感じ眺めているやばい練習しなきゃあれって練習次第でできるようになるの知ってました？これ伏線があるんですよ。私あの最初の自己紹介の時に金縛りはあったことないんですけど、幽体離脱は練習してますっていう言葉を言ったと思うんですけど、あれは伏線だったんですよこのセリフに入ってるんですよ、ここのセリフに。そう実は入ってるんですよ。あれって練習次第でできるようになるの知ってましたっていうね。みんなそうおもてなしみたいやん、確かに。そうごめん全然嬉しいね。ひめなちゃん幽体離脱の2番入り、うわ最悪。そう抜かれてたカメラ幽体離脱今日から練習始めます。始めよう。昨日見た夢その面白さを、どんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように。カラオケ入らないかな、ショールームの。ね、最初のセリフ欅坂の世界に愛しかない。あ、確かに今日ねカラオケしようって思ってる。カナウがヒーターなんだろう、なんとかしてくれるから好き。そうなんだろう、なんかしたっけ。昨日金縛りとは全然違うよ、寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと歌ってるのに私何も気づいてない、ない。じゃあここにいる私は誰？幽体離脱は別世界、どこかにも一つ。もう歌いたくて歌いたくて仕方なかった。それこそレコーディングした日とかもうその音楽を一日一生聴いてたから、そう配信でめっちゃ言わないかめっちゃ不安だった。そうあ待って、私レコー今日ね言いそびれ、あわー言えばよかった今日さ。あのねやばい、めっちゃ友達みたいなノリで話しちゃった。あのね今日ねあれなんかレコーディングの時のお話あるみたいな感じで言ってたじゃん、レコーディングの思い出話あるみたいな。私あったんだ実は。てか今思い出した、私のすごい恥ずかしい経験があって、やっぱり自分のレコーディングの番が来るまでずっと私イヤホンさして聞いてたの、リズムだったり歌詞だったりずっと必死に覚え歌聞いてて
やっぱり歌って声に出して、まあ、勉強じゃないな、なんかまあセリフとかもだけど、声に出してやっぱ言うのが一番覚えやすいんですよ、私の中で。歌とかもで自分のレコーディングが始まる前に別のグループが子たちがレコーディングしてて、私最後の多分グループで、そうで、イヤホンさして歌って、聞いてたの。でもやっぱり歌いたいじゃん。でイヤホンもう他の音を聞きたくないから、この今の幽体離脱悲しばりに集中したいから、めっちゃ音量っていうかマックスに上げてたの、イヤホンのっていうか携帯のスマホの音量をマックスにして、もうマックスの状態で耳さしてたの。そしたらなんかやっぱ声出して歌いたいじゃん。私はちっちゃく歌ってるつもりだったの、悲しいバリとは全然違うよって歌ってるつもりだったの。だけどなんかめっちゃ大声で歌ってたらしくって、私悲しいバリとは全然違うよみたいな感じで一人でイヤホンさせて歌ってたらしくって、でなんかマネージャーさんに注意された。ちょっと静かにしてみたいな。マネージャーさんもさ別にダメなことしてない、なんだろう、必死に覚えてるから多分注意したいけど、さすがにちょっとうるさすぎるってなって、めっちゃ気まずそうにちょっと静かにしてみたいな、ちょっと静かにみたいな感じで、で自分って気づかないじゃん。でなんかみんな私の方見るの、メンバーがみんな私の方見てきて、私ずっと悲しいバリとはずっと歌ってて、でなんか視線感じるから、えみたいな、え私ですかみたいなえ私ですかみたいな感じになって、そうえ私みたいなそしたらみんな笑ってんので、みんな笑ってて、え何何何って言ったら、なんかひーたん声でかすぎみたいな感じで言われて、え気まずーみたいな面白いよねこれ、言えばよかった配信で、本当に面白かった。もうね、もうそれはね、こんな爆音で聞いてたら耳の中自分の音声わからんくなっちゃうの、自分がどんぐらい走ってるのか。そうで、もうその日一日てか、その日もうなんかなんだろう、朝からその歌を聞いてるから爆音で、だからなんかなんていうの、もう耳がバグってたの、声と耳がバグってて、カスミンにその日なんか姫な、その日レコーディングの日終わってからも始まる前もなんかめっちゃくちゃ声でかかったの、なんか知らないけど、その日で、そうでなんか何カスミンになんかひーたん今日声でかくねみたいな感じで言われて、いやそれ自分でも思ったって言って、そうごめんね。でもね全然関係ないんだけど、かすみんとひめなって本当に3期研究生の中でも声でかいツートップなの、本当に張り合えるレベルの声のでかさなの、まあ、こんなとこで張り合ってもしょうがないんだけど、声でかいツートップなんだけど、かすみんと私って、でもなんでか分かったの、私たちが声がでかい理由が、お家がうるさいの、家庭実家がうるさいの私で、かすみんと私って兄弟構成が同じなんですよ。お兄ちゃん私弟なのね。でかすみんもお兄ちゃんかすみん弟がいる、同じ構成なので、かすみんの配信を見てる方は分かると思うんですけど、すごく弟かお兄ちゃんの声が聞こえるじゃないですか。そうでってなった時に、私も今はねお兄ちゃんもまあ年取ったしっていうか、もう働いてるしゲームとかしないし、弟ももう中学3年生で、そんななんかバゴーンみたいな遊びしないから、あれなんか今は落ち着いてるんだけど、それこそ高校生、お兄ちゃんが高校生の頃とかさ、すごいみんなうるさかったから、うちだから普通より大きい声で話さないとうるさいの、家の中がうるさいから伝わらないの、だから多分それが普通になっちゃって声でかいんだよねっていうかすみんをなんか
そう目指せヒータンよりモンモンが目指せヒータンよりセクシーって言ってたよ。いけるんじゃないでもでも年齢には勝てませんよでも私別に色気出てるって思わない。そう色気の出し方が分かんないんだよね。それこそレイダウンとか難しい私表現の仕方が。確かにねおもろいでしょ。その音源誰か、え多分ね誰も撮ってないと思う。私のバクン近しかなえるもそう。あかなうは盛り上がったらヒートアップしていくの。かなうは話が盛り上が楽しくなってきたら。ただかすみんと姫菜に関しては第一声がでかいの。なんかねえねえみたいな。かなうは別にそんなんじゃなくって、かなうは普通に盛り上がってきたらだんだんヒートアップしていく感じで。そう私とかすみに関してはもう第一声がでかいの。実家みんな声大きめ静かめの人いない、まっしーって言うならおばあちゃん、おばあちゃんと一緒に住んでるから。そうかすみんの弟も文化祭に姉を召喚するタイプだったら分かる、笑う。確かにそう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 確かにね。色気年々出てきているのでは、出てきてるのかな。いやまあ確かに3期研究生って集まったら色気、え分かんない色気がどういうものなのか分かんない。何色気ってそもそも色気って何って思う。そうレイダウンなんて僕対公演のメインじゃないですかみんなさ楽しみにしてるよねレイダウン。お楽しみに本当にね。ヒータンは自然体でもめっちゃ色気が出てますよ。嘘やった。そう色気って何なんだろうね。あそう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 分かりやすく言うとね、かなうは加速型だね、スタートダッシュ型。そう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 。てか私小学生の頃全然関係ないんだけどね、まあ、今だから言える話なんだけど、小学生の頃めっちゃなんかマラソン大会なんか 50m 走とか出てたの。なんかそうでなんかクラウチングスタートってあるじゃん。クラウチングスタートなんだったっけ、クランチングスタートなんだか忘れたけど、下で用意ドンを待つやつ。あれね私ねあれ何フライングしたの、フライングなのしたのに気づかれてなくて1位取っちゃったんだよねやばくない、すごくない、私本当にすごくない。今思い出した、今そうスタートダッシュ型なんだよねみたいな感じのコメント見た時に、そういえば私小学生の頃 50m 走か 100m 走、いや 50m 走か 100m はないか、 50m 走でクラウチングスタートわかんない、クランチングスタートなんかこうやって下で構えるやつね、上でこうじゃなくて下でこうあれするときに、私バーンって言う前にあの鉄砲ね、鉄砲が撃たれる前に走ったのにやらかしたと思ったの自分でも。しかもなんかそれが個人戦じゃない団体戦だったかな、わかんないけど忘れちゃったけど、うわやばいと思って、そう
でもなんか謎1位取れちゃったんだよね。それはまあそうだよね、フライングしたから。でもそれが気づかれてないの、すごくない？本当にどんな強運の持ち主なんだってなるよね私。そう、いちごみやぽんりゅうちゅうなあみょんかべちゃんが中では静かそう。うん、静か、静かだね、静かだわ。いやみやぽんうるさいけどね。もうほんとにねみやぽん可愛くて仕方ないの。サンキューしっかり確かにランランランも楽しみ。レイダウンも衣装で差が出るよね、セクシーさが。あー確かに確かに、男性を意識してないなければ別に色気は醸し出されないかもしれない。でもファンの皆さん男性の方が多いよね。ね、そう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 、フライング。え、 50m 走はあのね、最後にやったのが高校3年生の時なんだけど、9秒8とか9秒8とか分かんない、なんか10秒前だった気がする。え、それなんかね、もうやる気が出なくって、昔は誰にも負けないぞみたいな感じだったけど、もう高校3年生高校生の時に体力テストにあんまりガチッと記憶がなくって、そう、スキップしよっ、なんかスキップで行こっかなとか言っちゃってた。もうやる気がなさすぎて、もう走りたくなさすぎて。だから私高校の体育祭の競技は何出たっけ、あれ出た、あのね、ね、なんだっけ、ラケットになんかゾーンによっていろいろあるんだけど、私はリレー方式でいろいろやっていくんだけど、なんか網くぐったりいろいろあるんだけど、私はラケットにボールを置いてこうやって走る。そう、それにした。うん、リアチューもうるさいね。確かに。なんかでもね、今日ね配信不安だったの。なんか3期研究生、まあ私も含めなんだけど、こうお仕事カメラ回るってなると、お仕事のなんかすごい猫をかぶっちゃうんですよ。ただだから今日絶対叶うと、あの約束をしてたんだけど、あの約束をしてたんだけど、なんかどうしようしけたらみたいな、みんななんか多分これがレッスン上とかだったらわっはっはってなってるんだろうけど、なんか仕事ってなるとみんなはっはっはみたいな感じになるから、なっちゃうから、もうしける前提で話してたの。もうかなう滑るよ多分みたいな、かなう滑る前提で話してたんだけど、そう、みんな笑ってよって言ってかなうと、そう、みんな笑ってた。いや笑ってよって言って笑って、なんか分かんないけど、そう、普通に今日別にシーンってなることもなく、ガチったことあったよ。ガチったことあるよ。てか基本ね、勝負事というか、なんか岡山県の体力テストは A バッジみたいなのがもらえるんですよ、成績が良かったら。そう、それを私はもらってます。もらいたかったからガチってたけど、もうなんか、でも3期スポーツテストしたら本気出す本気出す。おかぴさんこんばんは。ヒータンが盛り上げようと頑張ってるな感じた。そう、頑張ってる頑張ってるの感じた。頑張ってるのバレてた。なんか嫌じゃない？頑張ってるの私バレるの好き。なんか嫌なんだよね。私はこそ連携女子、隠れ練習する系女子、
なんか堂々と頑張ってますみたいな感じであれするのが本当に嫌なの。私ね、これ私のあれね、性格上ね、私のせ、性格上、私努力してるんです、頑張ってるんですっていうのをなんか出すのが嫌なの。そう、一番タチの悪いやつですね。隠れて練習して、そう、そのタイプです。私はタチの悪いタイプです。そう。本当もなんか可能性は芸術ですから。いや、それな、かな、本当面白い。スポーツテストで一回いい取りました。だってすごい。スポーツテストでいい取るのか、すごいね。逆に先生こんばんは。だって先生、私スポーツ陰で頑張るタイプってことで、え、なんか私こんなに頑張ってるんですよっていうのが苦手。質並べね、やばい。チョリさん、チョリ努力ってなんか見られたくないよね。そう、見られたくないというか、なんか努力してる、私してるんです感を出してるのが苦手で、私は、私努力してるんですけどみたいな感じで出す子いるじゃん。そう、私はそれが苦手なの。別に私が苦手なだけで、別にその子、私が出すのが苦手なんだけど、別にその子が嫌いとかそういうのじゃなくて、そういうのが苦手、私は。出すのが、出した方がその気づいてもらえる、もらいやすいのかなって思う。なんかそう、あの子努力してないのかなって勘違いされがちだよね。でも森瀬さんの前でカビさんがニコニコして喋られるのかなって思って。ゆいちゃんね、ゆいちゃんはいるだけで、いてくれるだけで癒しだから、可愛いから。でもカナたちと自主練してるのめっちゃバレてたけど、え、自主練も、え、違うの違うの、なんか違うの、なんか、え、自主練しますって努力してますに入るのかな。いや違うの、なんか違うの、なんか違うんだよ、なんか違うの、なんて言えばいいか分かんないんだけど、そう、テストの日に全然勉強してないわっていうタイプですね。あ、まあ頭が良かったらきっとそのタイプですね。でも私は本当に勉強しないので、テスト勉強は本当にしない。なんでそんなしなくて余裕があるのってぐらいしない。ヒッタンはね、引っ張る役じゃないですよ。嬉しい、でもそう言ってくれて、言ってくれて嬉しいんだけどね。ヒッタンは3期の中で引っ張る役じゃないですよ。私はなんだろう、なんか、なんだろう、言うときは言うかな。でも言うときは言うけど、基本黙ってる。私つい最近怒ったじゃないけど、3期研究生で話し合いするときがあって、ちょっとそこで私は結構怒ってはないな、怒ってない、なんて言うんだろう、カツ入れた。カツ入れるのも違うな、別に私もできてないから、なんて言うんだろう、そういう感じ、なんだろう、
別に引っ張ってもない、引っ張ってもないし、その時はひーたん言ってって言われたから言っただけで、そう、なんて言うんだろうね、難しい言い方を。カツ入れたって言うとあれだもんね、なんか違うよ、なんかカツはカツっていうのかわかんないけど、なんだろう、あの子が言うより私が言った方がなんだろう、ちょっとなんだろう、やっぱ最年長っていう部分もあるから、私が最年長って部分もあって、なんだろう、難しいな、なんか私も思うよ、私もえって思うんだけど、なんだろう、そう、私が言って影響力あんのってなったけど、なんか私最初それこそ加入してお披露目までのレッスン期間にもう結構話し合いがあったんだけど、3期で結構私熱いことを言ってたらしいのね、情熱的なことを。でみんなはそれを覚えてた、覚えてて、ある子が、そのある子が覚えてて、私が情熱的なことを言ってたのが、でなんかそれをすごいね響いてくれたんだって、心に心に響いてくれたらしくって、私が最初の方に言った言葉を、そう、ひーたんってこんなこと言えるんだ、こんな子なんだみたいな、そう言ってくれたらしくって、それを覚えてくれ、私は何を言ったか全然記憶にないんだけど、それをなんか何もう一回なんかそういう感じのひーたんになってほしいみたいな感じで言われて、そうこの前話し合いした時に言ったかな、言ったのかな、リアチューとか多分ガクブルですよ。いやあのね、リアチューガクブル違う、あのあとねリアチューにね、ひーたんたんが言ってくれてよかったって言われたの、すごいでしょガクブルじゃなかったよ、ひーたんたんが言ってくれ、言ってくれたからよかったって言ってくれた。だからなんか定期的に思ってることをみんなで言い出さないとダメだなって思った。私はなんかここでやっぱりこの活動してるといっぱい思うこともあるし、たまることもあると思うのね。でそれをなんだろう、なんて言うんだろうね、出さなかったら出さなかったでもう全体的に悪くなるの、雰囲気が、雰囲気がじゃないけど、なんでってなっちゃうの。私たちも、でも私たちもというか原因を知らない身からすると、そうどうしたのみたいな感じになるから、そうこの前でもみんな腹を割って話しました、3期研究生14人で。でも久しぶりかも、こんななんか前もひたんの熱いセリフ聞いて、私ね何を言ったか覚えてないの正直。でも多分最初の方でしょ、私結構熱いタイプの人間だから、なんだろう、めっちゃ言ったんだと思う。そう覚えてたメンバーは内緒ですそうでも嬉しかった、なんかそういう風に頼ってくれるのが。まあ私が言ったとて別に本当に多分影響力はないけど、その子が唯一響いてくれたんじゃないかなって思うけど、言ったとて影響力ないけど、言わない、言えない子がいるのであれば私が全然代表して言うしみたいな、まあ代わり役そう覚え、そう
今日綺麗な日だ。ありがとう、うち見たい見たい。腹を割った話し合いの場で無謀みたいな顔してみんなの話を聞くモリス。私どんな顔してたんだろう、みんな聞いて、別のメンバーに聞いて、サンキに聞いてみて、私どんな顔してたって。縄ハゲみたいな顔してたんじゃない自分で言うっていうね。腹を割ってる話せる関係って素敵ねえ、本当に。でもそれなんだろう、いい捉え方をする子も、なんか捉え方って人それぞれだし、伝え方って本当にむずいなって思う、そういうのに関しては。捉え方ってここで違うじゃんってなった時に、そう、2.5 期生は多分3期に言いにくいですから、言うのは偉いと思いますよ。言ってると思うよ、でも 2.5 期さんも。てか言ってくれた方がこっちとらありがたいですね。逆に生ハゲおもろい生ハゲみたいな顔してたんじゃない、わかんないけど。カラオケ何時、何時だ今。でも何歌うか全然決めてないんだよね。なんか今日さ目の調子が悪くて今ノリをつけてるんです。ハッシュタグいらない報告今目が悪くてってか目の調子が悪くて乗りつけてるんです。あ、二重乗りね、二重乗りをつけてるんです。そう、38分ありがとう。何歌おうかな、なんか X で、そうなの、アラビックヤマトかと。なわけないじゃん。ひーたん、うちは見つけたらレッスンお願いします。ともあきさんこんばんは。あのノリって乾くの早いよね。うん、早い早い。何歌おっかな。ゆたいりだつ歌いたい昨日見た夢その面白さをどんなに一生懸命喋っても。何歌おう。何歌おうかな。え、何歌おう。今ねずっと見てるの、ごめん全然コメント見れてないんだけど。
なんかね、歌えるかなって曲、今まで歌ったことのないような曲を歌いたいの。ああ、11月なんくれたね。無謀で始まり幽体離脱で締め。法定速度と優越感、イエイイエイイエよりもウォウォウォ。どうしよっかな。クリスマス曲言っとく。確かに私の中でクリスマス曲といえばもうこれしかないんですよこれしかないんですよ。歌おう。見てねじれな、待ってよ、後で見せる。渚最高。もう入ってんのかな音楽に。めっちゃ塗るやんって。では歌いたいと思います。待って、私はいいこと考えついた。私はいいことを考えついた。ちょっと待って、ちょっと待って。では歌いたいと思います。君に似合うと思ったんだ。グレンチェックのマフラー、見たことない景色は僕らの制服。クリスマス、まあ後で言うね。てか次歌う曲、次歌う曲はまたイコラブさんなんだけど、とりあえずこれを聴いてほしい。特別な日なのにごめん待たせちゃって。夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫、私もさっき着いたところ、少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。周りにはまだ内緒にしよう。僕らの制服、クリスマス。優しく抱き寄せて
なんてことできないまま空の色だけが変わる。まっすぐな瞳、僕は戸惑う。君の唇が近づく。僕の気持ちは止まらないよ。きっと君よりももう僕のこのドキドキがバレないように。将来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君との制服クリスマス。その前君の手つかみ、大人にはもう見えない世界。制服のまま飛び出そう。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー。繋いだ手のひらから好きが溢れる。大人になって今日この日を僕は思い出すだろう。世界中で一番素敵な君とのクリスマス。今わかった幸せ、僕らの制服クリスマス。ありがとうございました。みんなこの曲今、まあ学生の男女のクリスマスの物語なんだろうなって感じじゃないですか、学生さんの。でも指原さんは天才なんですよ。必要っていうか大人になってちょっと成長した歌ですね次は。多分私の見解ね。白く光る雪、薬指リング似合うと思ってた。愛に中君の笑顔、大きな愛を添えたら Love you more and more でした。 I can celebrate without you。 シャララ愛しい君へ、このまま Feel love for you。 街はイルミネーション、恋人たちは寄り添って、道行く人はみんなきらめいて、冬を走る。何歳になったって今日だけは特別。カラフルサラダグラタン、君のスペシャルメニュー。 Baby 仕事今日は忘れて、とバスケットのチキン、大きいホールケーキ、夢を抱え帰る。二人で過ごそうクリスマス。白く光る雪、薬指リング似合うと思ってた。僕たちには大人すぎるワイン、グラス傾けて乾杯。小さいツリーに飾り付けをして、恋を彩ったら I promise 冬の君に何度恋するんだろう。 Love you more and more で sweeter I can celebrate without you。 シャララ愛しい君へ、このまま Feel love for you。
全部こぼれそうで、キラキラ閉じ込めて胸の奥で鍵をかける。今日の出来事だって宝石に変わるよ。ギンガムチェックスカート、愛しくて冬うらら。 CD 君を好きな理由、そう楽しい気持ちを抑えらんないとこ。幸せだと笑う君を愛するよ、いつまでも。今日だけスペシャル、ケーキは切らずに二人で食べちゃおう。あの頃より大人になったし、もっと素敵に恋しよう。キラキラバスボム、光るバスルーム、溶けるように笑って I meet you。 今日の君をずっと忘れないように、日中もエモアでした。儚くて繊細な雪、チェリーシュチェリーシュ、同じように大切にする、君を壊さないように。寒さにときめく二人じゃないけど、出会った頃聞いた冬の歌、ずっとずっとずっと歌おう。白く光る雪、薬指に似合うと思ってたサンタクロース、ハートを届けて二人で愛を信じよう。小さいツリーに飾り付けをして、恋を彩ったら I promise。 冬の君に僕はずっと恋してる、いるもえもえエヴァ。ありがとうございました。クリスマスソングですね、ちょっと早めの。ありがとうございました。ではどんどん行きましょう。私は立てる憧れていたステージ、大歓声拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く。一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある、思うように歌えずに自信を失った日もある、いつもライバルが輝いて見えた。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。夢は汗の中に芽を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで。スポットライトがこんなに眩しいなんて、長い夜が明けた朝日のようね。先輩たちには負けたくないよ、絶対に私たちのショーを作りたかった。怪我をして休んだ時、悔しくて泣いた日もある。学校と
レッスンの両立に諦めた日もある。だけどアンコールがどこかで聞こえた。夢は涙の先、泣き止んだ微笑みの花。頑張ったつぼみがやがて咲く。夢は涙の先、雨風に負けず信じてる。晴れた空に祈り届くまで。死ぬ気で踊ろう、死ぬ気で歌おう。初心を忘れず全力投球で。おお、夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花。その努力決して裏切らない。夢は汗の中に芽を出してずっと待っている。いつかきっと願い叶うまで。ありがとうございました。懐かしいですね。確かに何歌おう。アンクレット歌いたいんだけど、私は2番が分かる自信がないんだよね。歌ってみるね。2番歌える自信ないけど。僕隊の曲さ、歌っていいの？君が微笑む意見、突然久しぶりに会いたいなんてどうしたんだ。意外に混んでるピーチハウス、季節外れの待ち合わせ。僕たちが好きだったパンケーキが来ない。左手を立てて薬指をわざと見せたのは、新しい彼氏ができたってこと言いたかったのか。OK 君の11月のアンクレート今でも外せない。君にもらったあの日の二人のシークレット。さよならにこんにちは、僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって諦められるかな。ウォーウォーウォー、やばい、歌えるかファン、1番までにします。1番までにします。 ST 歌おっかな、そろそろ時間大丈夫？みんなまだどうしよっかな。
何歌おう。やばい、首が痛い。歌います。必ず届くことを海流は知っていたんだ。懐かしい。人は誰でも大切なことを忘れる。あんなに熱く語り合った日々も色褪せてくのさ。激しい嵐もいくつかの夜過ぎれば、ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうだ。自分のその無力さに心折れそう。夢をガラス瓶に入れて海に流せばかなうかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかな。もう願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の純粋な気持ち。遠く眺めて何回もついたため息、目指してた地は七つの海越えた彼方にあるのか。世界の果てが見えなくなったって海流は、自然の石は諦めない。君をリスペクトする。当たり前の毎日に飽きることなく、夢がどっかの海原で沈んでしまったりしないか。想像すると時々不安にもなるけど、きっと未来は思うよりいい方へと流れてる。できない理由ばかり考えていないで、楽天的な日々思い出すんだよ。波は何度寄せて返すのか。指を折って数え永遠の長さを知る。何かを手に入れるのにそんな簡単なわけない。スタバタしてもしょうがないよ。やるだけやったら今の自分にできることを教えられた気がするよ。どんな結果が届こうと変わらないし、予算の中であの海流が夢を届けると信じながら、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかな。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の祈りさえ閉じ込めた純粋な気持ち。ありがとうございました。
ありがとうございました。もうなんか疲れた。ありがとうございました。11時8分いちごちゃんゆいさんの YouTube。 なんかね、うちはお母さんがもうあれしてました、予約してました。まあ予約させたね。なんかカラオケすると眠くなるんだよね。久しぶりのカラオケよかった。そう、スマホスタンドじゃない、今私が置いている場所はみんな知ったらびっくりすると思う。見た夢その面白さも、どんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、昔そって妙にレイラヤイラしてくるよね。金縛りとは全然違うよね。ってなんかいなくて危なっ。ここでずっと歌ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰。幽体離脱は別。あ、みんなにポイント、幽体離脱の1サビと2サビで幽体離脱っていう文字が出てくるんだけど難しいよ。それだけ。ちょっと違うのリズムが、聞いてみてほしい。1サビの幽体離脱と2サビの幽体離脱が全然違うの。そう、昨日見た夢その面白さを。てか姫なの声分かった？みんな分かりましたか？セクシーの幽体離脱やばい。そう、でも自分で聞いても自分の声が分かんなかった。僕隊には入らないのかな、分かんないけど、まだ振り入れしてないからたぶん。私の声昨日見た夢その面白さを、どんなに一生懸命しゃべってもって歌ってます。気づかないよね、私も分かんないもん自分の声。あー確かに、クリスマスコンサートで初披露なのかな。ね、そう、歌い出しですね、ありがたいことに。昨日見た夢その面白さを、どんなに一生懸命喋っても。聞いてみてください、姫奈の声が聞こえるか、特徴的なこのアニメ声が聞こえるかどうか。
これ誰と歌ってるか分かったらすごいな。みんな確かに誰にも伝わらないように、もどかしさって妙にイライラしてく、もどかしさって妙にイライラしてくるよね。たくさん泣いてます。だってなんで、セリフもね、正直自分の声って本当に分かんない。分かんない、リリーベは分かんない。私たちどうなんだろうね。なんかこっちがさ、自分の好きな目じゃない。どうなんだろうね。幽体離脱と金縛りに感想ポストしときました。 ありがとうございます。なんかさ、みんなの反応が気になる。幽体離脱どうだった？正直予想通りの歌だった？それとも全然違った？私ダンスが全然想像つかなくて、この曲に対してのダンスがどういう曲になる、どういうダンスになるのか全然想像つかなくて。ひーちゃん3期の中で一番お姉さんに見える。ひーちゃん年齢的なものじゃなくてしっかりしてそうな。ひーちゃんは多分しっかりしてると思うよ。ひーちゃんはね、同い年だけど一応。そう、明るい歌で話しました。欅時代のカップリング感があって、うん、緊急らしい楽曲でした。え、暗め、そう、絶対みんな暗めの曲だろうなって思ってるんだろうなって思った。感動させる感じじゃなかった。ザ・タッチみたいに幽体離脱とかやらないよね。何それ、幽体離脱。何ザ・タッチ、明るく元気をもらえる曲ね。これ早くみんなの前で披露したい。早く、もうね、3期の曲が収録されますって私たちが連絡をいただいた時はレッスン帰りだったんですよ。でまだお母さんにも言うなみたいな感じのあれで、もうメンバーで喜びをかみしめ合いました。まず早くない？もうみたいな、嬉しかったけど、そう、まさかこんなに早くいただけるとは。3期の明るさが伝わる。ひなちゃん、ひたん大好きだって。大好き。いやー、バレエダンスね、リサクが得意なやつじゃん。まあ中で一番好き。いや、私は君は何を後悔するのかが好き。いや好きだよ、もちろん全部好き。不安でした。曲のタイト
トル良くない？三期生では何これ、何ポジ、何これ、何なんていうのこれ、何ポジっていうのこれ、五ポジ、何五ポジ、ごめんわかんないです、年老いた麻婆さん、何ポジ、何ポジっていうのこれ、タイトルから予想以上だったむずくには言っても大丈夫、なんで各期の曲で次のリクエストやったら、そうですね、そうよね、ねえ撮りたいね、みんな好きになって、ゆうたいいやつと金縛りいっぱい聞いて、え、これサブスク解禁されるのかな、姉子、姉子、姉子って読むんだ、姉子ポジ、何姉子ポジって、あ、お姉ちゃん的ポジってこと、いや違う、私はお姉ちゃん的ポジじゃないんだよね、実はお姉ちゃん的ポジじゃないです、何ポジなんだろう、わかん、姉子ってやだ、なんかやだな、姉子ポジって、姉子ポジってやばくない、姉子ポジではないかな、あの子ポジ、お母さんポジ、裏番ポジとかやめてよ、リリース日あたりに全曲解禁、そうなんだ、じゃあ LINE ミュージックに設定しようLINE ミュージックに設定しよう、解禁されるのであれば自分の歌割りのパーツだけ LINE ミュージックに設定しようかわいい、 YouTube で、クラさんこんばんは、え、姉子キャラだった、今日うるさいキャラじゃない、ただのハウチムさん、元気もりもりしけんさん、ありがとうございます、シティファイターズ3研究生の森瀬ひめなです、よろしくお願いします、別にね、あのね、私ね、思ってる、みんなが思ってるほど頼られてないよ、何もできないから、あのね、私電池のプラスマイナスも分かんないの、どっち入れればいいか、だから今日かすみに入れてもらった、そしたら「そんなもん分からんの？」って言われた、分からないものは分からないんですよって思ってそう、ヒーターのメール取ろうか、取って今少ないけど、めっちゃ悪いと思いながらも取ってほしいな、名前戻すの忘れてた、こたつ猫さん、あ、確かにこたつ猫さんっていうの久しぶりかも、 CD 届いたら車でヘビートになると思います、嬉しい、いっぱい聞いてね、あらまあ、そう、私ね、電池どっち入れればいいか分かんないんだよね、これ本気で分かんないんだよね、ペライト持ってオタクとしては致命傷やなあざとかわいい、あざとかわいい、なんかペライトのたまに方向間違えて、え、だよね、てか私はちゃんと入れてんのにあれだよ、なんかできないから、新幹線の切符は一人で買えますか、あのお母さんが事前に QR コード送ってくれるんで、それをピッてやったらやってパスワード入れるだけなので簡単です、
そう、嬉しい、あよさん。見えにくい、そう、見えにくいの、見えにくいんだよね。こめかみが痛くなってきた。早くみんなに言いたいことがたくさんある。ユニットの話とかもしたいし。言うてもあと2日、明日、今日、明日来たらもうあと1日なのか、僕隊まで。みんながユニットって目立つね。ST に入ってみて思った理想と現実は、いやでもなんか想像してた通りみたいな想像してた通りみたいな感じ。別にそんな全然違うんだけどとはならなかった。電池入れるとか確定申告の2億倍簡単なのに。確定申告ね、大嫌いな四字熟語、確定申告はね、マイナス、わかんないんだよね。眠くなってきた。待って、そろそろやめよっかな。みんなも明日仕事だよね、お仕事だったり。じゃあ壇上やもっかな。ユニット楽しみにしててね13位徳島のひーくん、12位ゆうきくん、11位ひらりのとさん、ありがとうございます。10位が INZ さん、ありがとうございます。9位がゆうさん、8位がぐっちょぶ太郎さん、7位がやよさん、ありがとうございます。6位があずゆいさん、5位がライダーさん、ありがとう。4位が南光さん、3位がいなくん、ありがとう。2位が広島校のパセリさん、1位がほっしー、ありがとうね。明日は月曜日だ。みんな、私はもうお風呂に入って化粧を落として寝るのが理想。ただその理想通りに行くかは分かんないですが、理想通りに行きたいと思いますでは皆さん、長い時間ありがとうございました。いっぱい幽体離脱と金縛り聞いてください。今日寝る前に3回聞くことおやすみなさーい。じゃあねー、またねー、みんないい夢見てねー。バイバーイ、バイバーイ。